岩崎もこんなんでセーブをなっても嬉しくないやろ。情けねえ。阪神は直近6戦で11エラーか。もう終わりやね。岩崎どうすんの？まだ記録のために抑え続けさせるんか。こんなに心折れてる岩崎初めて見たな。近本大山いなくて3エラー3ゲッツーで勝てるわけなくない。抑えはケラーにするだけで一つ安定するんやからさ。